それでは小倉選手がどのように、ね、今オランダで過ごしていらっしゃるのか VTR ご覧ください。真田こぼれたぞ、入れた、入りました、小倉だ、小倉オランダ第2の都市ロッテルダム。今年2月から海外武者修行している小倉選手は現在このロッテルダムにホームタウンを置くエクセルシオールでプレーしています。小さい頃から海外で自分のプレーを試すのが夢だったという小倉選手、 J リーグ元年の今年、日本でプレーすることよりたった一人でこの異国の地オランダでの留学を選びました。こちらでの練習は週4日、トラップ、ボールキープなど基本的なプレーの大切さを理解できてきたという小倉選手のプレー一つ一つにポール・ポット監督の熱い視線が注がれます。片言の英語だけの会話ながらもすっかりチームにも溶け込み、オグの愛称で親しまれています。 It's a good player. It's a... He can, turn close, you know, and shoot. It's a good player. こういい選手どんどん育ってるから、こうなんていうんですか、勉強しに行くにはいいとこなんじゃないかなと思ってたし、あのね、こうトータルサッカーとか言ってクライフがいきなりねコンパクトなサッカーやりだしたり、だから新しいサッカーどんどんやるとこなんで、イメージ的にはいいとこなんじゃないかなと思ってましたけど。ようやくオランダの生活にも慣れてきた小倉選手、休みとなるとロッテルダム市内のショッピング街に出かけ、ウィンドウショッピングなどをして気分転換を図ります。最近一人暮らしを始めたばかりの小倉選手ですが、やはり自炊は慣れないようで、もっぱら食事はロッテルダム市内で日本料理店を経営する島田さんのお世話になっています。待ちに待ったリーグ戦が8月に開幕しました。小倉選手は開幕早々の2試合目で2ゴールの活躍、スタジアムにオグのコールが響き渡ります。高校時代から注目されていたゴールセンスに本場の激しいサッカーでさらに磨きがかかります。相手ディフェンダーの厳しいマークを受けながらも現在までリーグ戦5ゴール、カップ戦4ゴールとチームの得点王。エースストライカーの座を不動のものとして、チームにはなくてはならないプレイヤーに成長しました。この急成長に地元のマスコミも注目、一部二部を通じて21歳以下で争われる新人王レースも目下のところ上位に顔を出しており、新人王獲得も夢ではありません。まあそれはね、もう後からついてくるものなんで、もう僕一戦一戦ね、チームをちょっとまた下がっちゃったけど、ここを踏ん張り時だと思うんで、ここ勝ち重ねたら抜けれると思うから、勝って、まあその後からね、それ選ばれなり選ばれないなり、それはもうこっちの人とかが決めることで。So when he's going on and he can play till the end of the season, there is a possibility that he became the first prize.こっち来てすごく伸びたと思うんですよね。もっと12月までだって言ってるけど、もっと行ってもらって1年ぐらいは行ってもらって、こっちでしっかり勉強してもらって、で帰った方がグランパスのためにもいいし、日本のためにもいいと思うんですけど。サッカーはね、本当こうワールドカップとかねあったりして、一番こう世界で愛されてるっていうかスポーツだと思うんでね、サッカーね、日本だけでやるもんじゃないと思ってますから、やっぱりこのチームとかでも堂々と渡り合っていけるような選手になったら、もう一番自分として最高ですね。常に高い目標に向かってプレーする小倉選手、一回り大きくなって帰国するのはもう間近です。どうですか今の VTR ご覧になって。そうですね、本当にいい経験になると思うし、もうどん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 伸びてね、本当に頑張ってほしいですよね。なるほどね、同じようにねブラジルでやられるわけですから。前までね、おいらこっちでサッカー界のジミーちゃん言ってたものがね、いやもう顔つきぐっと男らしくなりましたね。だってだんだんジミーちゃんに似てきましたよね。そんなことはない、男らしくなって、ねえ、あのマップスをね、はい、送ってくれたんですよ。ジミーさん、え、何か面白いことありましたか。いやいや、J リーグと比べてオランダのプロのいいところはあって、はい、いろんな面でプロリーグの体制が整っていることなんですって。やっぱり日本よりしっかりしてるんですね。ほんでね、コーチによく言われること、もっとシュートをしろという。
1ヶ月の電話代は5、6万かなってクエスチョンマークこれみたいな、金髪の彼女はできましたか残念ながらという小倉さんらしいね、そうね、今一番会いたい人、はい、さんまさんって書いてね出っ歯まで書いてるんですよ。本当だ、これが出っ歯だったんですね。いらんこと指摘せんでもいいんですよ。ねえ、えらい広い部屋です、ね、なんかお部屋の見取り図もあったりして ねえ、ありがとうというオランダ語を覚えたらしいんですよね。それあんだけ言ったらありがとうぐらい覚えますよね。これ電磁ウェーブっていうのかな、オランダ語で。あれ、ドバイさん、オランダ語は。いや、知りません。そうですね。ブラジル語は少々です、ね、ブラジル語少々ですか。じゃあちょっとブラジルドバイさんオブリガードですよね。オブリガード、ありがとう。いや、ありがとう、オブリガード。そんな知ってた、僕はオブリガードは知りません。知りません。オブラードは知ってるじゃん。我々の時代は ねでも、せっかく今日は、ね、橋本浩一選手に来ていただいて、これから私たち本当に楽しみになりますね。コリンチャンスで ねあのトヨタカップに、日本とチームとやっていただくのがね楽しみですよね。それ夢にしておりますので、おかげさまでね、やっと再出発できるんで、本当にもうこのチャンスを逃さないようにね頑張っていきたいと思いますんで、本当にこれからもよろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いします。橋本浩一選手、しっかり顔を覚えてね、皆さんも応援していただきたいと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。本当に頑張ってください。